煽られまくったの煽られあれがあの動画のアンサーですか。あれえ、フジモンさんに一言いいですか。ゲスト更新したんでフジモンさんとか余裕でーす。お疲れ様でした。待ってまーす。余裕でーす。見た。これ余裕です。藤本余裕です。言わしておけばいいんですよ。言わしておけばいいんすよ。目に物見せてあげますよ。行こう。まあ、一応あの2000周はしたんや。頭の中で2000周っすね。だいぶ回ったね。うん、だいぶ回ったよ。そうなんや。この上りがな、上りがこれ結構登っとうから、これな、これ今日来て初めて分かったんやけど、俺が頭の中で回ってたよりもはるかに登っとうな。あこね、1コーナーね。だからカモンはあれを見に行ってパイロン置いてる。あーそうか、そういうことか。あんなにへこんどんや。あそこへこんでますよ。あそここういう感じですよ。こういう感じですよ。意外とここ短いな、うん、実際見たら、うん、これね、もっとあるように見えたりする。うん、一瞬だ。一瞬よな。あーでもここ短い。でもストレートはほぼないんですよ。ないな、ここだけですよ。でストレートあるいうたってこうごっついげっつい登っとからな。そうって意外やったでしょ。いやこんな低いとこから登っとんや思えへんなんだ。この辺このこのコントロールタワーからこっちが登っとんかな戻った。中山と一緒ですね、ずっと登ってる。なるほど。でもうこの中、この中入ったらもう富士門号ノーマル車やん。そうやで。走るんやで。いけるですよ。いける。まあ走るんは走れるけどさ、そら早ないで。今さら追いけづいとんす。いやいや。今さら追いけづいとんす。まあまあこのコースやったらそこまで差出えへんかなと思って。出るかな。いやそこまで差出えへんやろ。ワンチャンいけるやろ。そこで、あの、フルパンプしとる可能性がある。これ後ろの方がいい。マジっすか。まあ一回半分ぐらいまで戻りましょう。回った。あ、え、回った。回った。あの、どんだけ回った？360度。360度以上回った。マジで？タイヤはやってなかったね。多分そうだね。はい、マジで？タイヤ変えたのか？この人がせいだったら嫌や。ほんまや。変えたるで。使い慣れたやつの方がええんちゃう。そんな360度以上回るって。でちょっと原水変えて、ほいでこれを入れて、これスピン専用なんですよ。なわけない、そんなわけない。おはようございます。どうした？どうした？いや、回ってたから。回っとったらしい。360度以上回ったらしい。
いやー、立ち上がろうと思ったら、ああ、目の前に回ってる。何してんねん、お前。何してんねん、よう連れて帰らんでな、俺。フジモン1本目終わってどうですか。もう、なんか、みんなの本気の車と違うで、純正バケットに3点を、もう中で、こう、なるほどね、洗濯機状態になる。シート貸したよかった、シートと。あれでかいわ、ベルト貸した方が良かったっすね。あれめちゃめちゃでかい、うんうん、特にここのコースなんかやったら、うん、こないのにカメラもこないのあるよ、無理やわ、そりゃ厳しいね、ちょっとアドバンテージ、アドバンテージ、そこに生まれましたね、何にもかんにも厳しいわ、2足入れへんし、あ、そうなん、2足入れ、そう、あ、そういう時のための、そこまで落ちひんね、ハドゥーさんがありますよそのた、そういう時のためのハドゥーさんが来てますので、今日ぜひ施工管理、ここの立ち上げなんかも違うやん、ああ、なるほどね、全然そ、何本ブレーキ踏んでも落ちるんですよ、ピピピピ、ずっとピピピピ、やばいわ、ダメだ、いやいや、まだ諦めるの早いです、われわれにはまだ必勝法が何個もあるから大丈夫です、カモの必勝法はなそれは最終手段、それは最終奥義です、いいよ、マッツン、これいいよ、いいけどいいよ、何されたんですか、これね、なんか洗濯機みたいになるから縛ってもらおうかなと思って、緊急、なんかここのテープ、ちょっとかもしれない、全然違うよ、ここからのお知らせです大変だな。あ、ここか。全然動物の車が全然動物の車が出てないので、今パトロールの方で上がってますんで。腹が、腹が、妊婦みたいになってますよ。苦しい。どうですか。ちょっと痛い。苦しい。これダメ。うん、苦しいな、ちょっと、あの、こちらのラブレンス入れて気分的に3分前ありましたので、ご準備の方お願いします、こちらも灰皿とか飲み物入ったまんまじゃないですか、あ、そうですよ、この辺、はい、これで、これで走るっていう、勝つ、はい、シートもそのまま、フロアマットもね、うん、フロアマットもね、はい、なんか目薬も横目薬ね光真嗣君がおってです、そうそうそう、もちろんタバコもな、あ、もうバンテンゴ盛りやね、はい、今度閉まらへんくなってもたわどうですか、ベルトの効果、いや、これシート効果あった多分タイムは早なってない、見てない、フジモンのタイムを気にしてや、まあ50秒5あってちょっともうちょっと前やってて、これ聞いとるわ聞いとる、全然ちゃう、聞いとけど、まあ振られとけどな、もうちょっとタイヤ垂れてきた、あれ外しちゃうんで、みんな外しとった、いや、みんなが噛んでくれてたのに大丈夫かなと思ったら勝ちたくなってきた、あ、そうですよね、さすがに無理だよ、ちょっと黒さん、今何をされてるなんかワンちゃん、ワンちゃんいけそうやからさ、ワンちゃんいけそうやから今さら軽量化、そう最初軽量化しないで勝つ言うんが、ちょっとずつ上がるよやん、さっきあのバケットがなかったから縛ったら1秒上がったよ、あ、はいはい、これでやろうかと、今度この上りが
雑魚らしいからさ。あ、はい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 。これ取ろう。ワンチャン勝てんかもしれへんわ。それはね、これもう軽量化の一つですからね。いやもうさあ、なんでも俺の生活の乱れを。いやこれあのウエイト後ろ軽になってもたらびっくりしてまう。ウエイトしとかんと。よし。シートベルトのカプラ取った。シートベルトのカプラ取るわ。打倒らしいです。いけます。今更議員代表なの。議員代表やけど。ほらほら、背もたれも取る。いや、プラスチック壊れやすいからセッティング変えたら1秒以上の1秒になった。俺縛るだけで1秒いけるやろ。多分こっから駆け上がるんだこれ。あー、なるほどね。あー、もう重たい。あ、ほんまや。それ体感何キロ？何キロですか体感？体感。早いって。ほんま8キロ。10キロ。30万。なんか今リアゲート変えたいんじゃん。いやな、もう。これはみんなに言われた。漏れた。漏れた。これ見とくわ。ほんまめっちゃフレグランスな匂いする。あ、ほんまや。これ気持ち的に。サーキットに似合わへん匂い。0.5 秒アップ。0.5秒アップ。聞いたらさ、ゆあちゃん聞いたらさ、47秒6らしいよ、タイム。いけるよ。もうこの間40全然勝てると思えへん。もう48秒1秒でベストなんか言ってアベリージなんぼな。いや、言うとあかんよ。そしたら藤本がアベリージは分からんけど得意の平均速度です。いや、平均速度分からへん。バラつきめっちゃあると思う俺。1200キロであったら周回するのにバラついたらあかんやつ。向こうは安定してそのタイムキープに。でもまずタイムで勝たなあかんからさ。どうしたらいいの。あと200切るってどこもなくなるの。いろいろなくなってた。それで何タイヤ貸せと。14インチ貸して。これ取りに行く。車3.7で積んでいったら積んで帰ってきたら決まるかどうか。そう、とりあえず取りには行く前が3万はい、つって向こうまで取りに行く。行こう、これ乗って行こう。これ入れたら負けんだろ。あれタイヤ変えるんか。パンクしとんちゃうかなと思って。音にしわちゃうやな。音投げないっすよ。コールドメイクなのに。いやもう1秒ちょいのちょいの差まで来とるからさ、やらなあかんでしょ。もう視聴者のみんながやれやれっていう声が聞こえてくる。はい、じゃあこれでいけちゃう感じですかね。まあ、いけるでしょうね多分。お、うん、完全にいける。どっち向いたい。どっち向いたい。2カップ。大森社長にもアドバイスいただいたし。それで1秒。これで2秒。ね。え？パンクしたんやん。パンクしたの。どこが？もう分からへんねん。だからそれ調べよう思ってちょっと1回やるとかな。で1本だけ付け替えればいいじゃない。なんでやん。インチ数が違うからな。やっぱりここには14インチやで。いいの？これが YouTuber です。合うか合えへんか分からへん。ちょっとはめてみない。前が出るかもしれんか。逆に言えばもういよいよ言い訳できんぐらいね。そうそう、だからハッシュタグ言い訳レーシング。負けたらハッシュタグ言い訳レーシングをつけながら土下座してもらいます。
これそろそろ負けた条件というか、これで土下座するんやったら俺中縛ってもう走ってやで、土下座してやで、どんだけド M やねんって思って、やるよ、やることは全部やる、やれることは全部やるよ、最終はね、ジャッキアップお願いしますここまでの経緯を話そう、ここまでの経緯を話そう、まあ、なぜあのフジモンの車があんなエラップ履いてるかっていうことについての経緯を話そう。で、いやそもそもね、最初走った50秒やったんですよ、うん、ね、で、何した何した、軽量か、そうそう、ま、いや違う、まず縛ったんや、あ、したまず縛ったんや、4点ベルトも持ってこうへんっていうで、それでまずもう洗濯機状態になったんや、はい、切りもみ状態ね、そうそう、中で、はい、でもこれはあかんぞと、はい、縛ったんや、きっこ縛りね、あ、なんかこういうプレーなんですかって誰か聞かれとったんですよもしたら1秒早かったんや、はい、すごいですよね、そう、これ世間の人もやるべきですよね、そうやるべきやね、新しい4点シート、はい、式のシートベルトね、ツボを刺激して速くするっていう、姿勢は固定されるけどあれでも結構ブレーキングした時とかに食い込むでしょ、あんなやつ食い込む、ういってボンレスなるよとボンレスって息苦しいじゃん、ちょっとむせ返ったけど、まあまあそれで1秒上がった、そうそうそう、から調子乗ってことわけでしょ、ボンレス4点で1秒早なって49秒になったと、簡単に言うとこうワンチャンいけんじゃねえと、うん、で次軽量化したわけよ、うん、自分の軽量化できんからね、自分の軽量化できんからとりあえず椅子全部外したわけよ、はい、なまた1秒早になって48秒台入ったわけよ1個やると1秒、そうそう、やるやつ間違えとったじゃん、これで1秒30万で買っとったよかな、だからそっから48秒台入ったら、はい、ゆあちゃん47秒6とかやってん、はいはい、1.5 秒空いてなかったんよ、いけるよね、今の法則でいくといけるねと、はい、で A ラップ履いたら 0.3 秒しか入れなくて、はい、速くなる、 A ラップ履いてタイヤ14インチにしたら速くなる説が、いやなるやろ、速ならんかったやないか、お前それが一番ちょっと効果が浅かったというか伸びしろなかったんでね、藤森の、俺の、はい、技術的伸びしろちょっと育ちが良くなったんかな、 それはね、ブリヂストンってい こう国内トップの、そうか、やっぱダンロップじゃないと野良っぽいとこないからね、ダンロップの中古じゃないとダメやと、はいはい、ブリヂストンの中古やけどね中古は中古やけど、そうこれはもう惨敗、ゆあちゃんがなんか46秒台出たみたいな、はい、抑えとったでしょ多分、分からんこれちょっとエンタメ、2秒差ついてる、向こうの方がやっぱり2秒差ついてる2秒差ついてる行けますかそれ、じゃあ A 作戦でいいですね、はい、匠の技術でブロックしていただいて、他にも協力者いた方がいいいやガチでゆあちゃんが47秒9なんよ、うん、今ね、今日でフジモンは48秒6なんよ、6やね、1秒ほんま7やほんま7やね、1秒弱やね、ワンチャンいけっかもしれるんじゃん、レースどうすんの、今ね、カジーさんと、うん、ハドゥの方で、うん、ゆあちゃんブロック作戦が出ておりまして、こんなんもあれやな、フジモンが抜いたらそこ間入ってブロックしてもらうっていう、すごいなだからスタートは後ろにおるから、まあ卑怯な技をね、使おうかなと思ってます、マクラーレン方式か、あそうですね、シリーズチャンピオン2台打って1台がガードするという、はい、シリーズチャンピオンね、ちょっとどれどのシリーズか分からないけどうまいこといくわけがない、アイス多いし狭いから ね怖いですよ、難しいよ、事故のないようにね、事故のないように、はい、もう事故なく僕は終了したんで、はい、うん、どうでした、あもう最終楽しかったです、まあタイムはね全然出なかったんですけど、え、まあ、50秒、50秒38、ああ、まあもうちょいですね、もうちょいね、まあまあ僕のクイズそんなもんですよ、牛と A 勝負ぐらい、いやいや牛さんもっと早いですよ、46
48秒。まあ僕はもう牛狩り達成したから討伐したから。頑張ります。フジモンどうですか。打ち合わせ中やったわ。打ち合わせ中やったわ。コソコソしてね。今出走前撮ってますよ。出走前ね。あのお気持ち、この今からどう戦うのか、見栄え。大人の力を上の大人げない力を。大人っていうのはどういうものか知ってるわ。二重の小娘に負けるかと。いや教えとこなんかやろ。これも一つの教育や。若い人たちが頑張れ。おじさんに勝とう。頑張ろう。すごいなんか選挙のあれみたいな。最高が。開局的なまあこれはまあ裏金。お願いします。はい、じゃあサインが、サインが。ワンラップごとにサイン出ます。はい、一体で。すごい。全員これやばい。怖い人に囲まれる。まあ大人っていうものの恐ろしさをね。あ、じゃあ頑張ってください。フジモンに勝つための必勝法を。必勝法は精一杯頑張る。もし抜かせない。もし抜かせたら。抜かれたらぶつける。いやクリーンなレースをぜひ。そうですね。若者らしくフレッシュに頑張ります。あ、なるほど。はい。フジモンさんどうですか、緊張の方は。まあ緊張はしないけど。作戦 A で僕がうまく抜けるかどうかね。あの抜かれたらぶつける勢いで走るらしいですよ、ゆあちゃんは。それはダメだろう。え、気持ちでくらいの気持ちでっていう意気込み表明はいただきましたけど。ぶつけれるもんならぶつけてみな。これはプロレスですね。そうですよ。じゃあ松山さん、どちら勝つと思いますか。フジモン勝たへんでしょ。フジモン勝たへんのですか。空気読んでね。空気読んで、はい、最後にもう一回若者に花を持たせて、もう一回最後に行かせてたんだ。あ、抜くけど最後に。そうそう、ドラマ作るね。してくれはったやん。でそこで抜けるチャンスあったやん。何しよベグった。それで一人なんで離脱しとんねん。ベグったフォーメーション完璧しとったんすよ。完璧な。あれは俺のせいや。ですけれども、完璧なフォーメーションを。完璧なフォーメーションやった。フォーメーションはめちゃくちゃレース作ってやったっすよ。マドゥさんがこう15時半と4時には何と思いますけれども、それ分かっとったっすか。感じとったっすか。レース作られとるの作ってもうて、もう上抜いとってん。一回頭入れた時あったよ。いや、もう上抜いとってん。あ、抜いとったんや上。そこで抜いて抜いたその下でやれ。いや、もう最初1周目のあの3コーナーで乗ってもてミスして、でその後も作ってくれてブロックしてくれとって、ここのストレートで行ったやろ、行ったやろ、レブったよ。2個ミスした。
あかん、これはもう俺言い訳できへんわ。じゃあミスしたわ、謝罪の、ま、動画を、ね、チェッカー受けて帰ってきたよ。多分もう一回してな、ちょっと聞いてみるよ。多分チェッカー受けてない。ナイスレース、ナイスレースメイクでした。2、3個後ろに捨てやった。その当て、ね、抑えたはずな、だいぶ抑えてはったのにそのせい活かせず。あれチェッカー受けてない。多分チェッカー受けてない。チェッカー受けてない。すごい悪い人たちがいて、すごいレースメイクがされとったんですよ。悪い人、しかも振らへんからやった。このおじさんが思いのほかポンコツやったって邪魔や。なんで抜かれて後ろ行ってんの。すごい大人の力が発生しとった。当てたのか、自分のミスを当てて逃げようかな。ね、すごかったね。すごかったね。クロスさんらがすごい面白いレースをしている中、その後ろはすごい大人なあの力が動いとった、大きな力が動いとった。最初だからあっこまで買っとったんですね。完璧でしたね。もうできたと思ったら参考のあれミスった。俺がミスった。皆さんのフォーメーションが上手かった。私が上手かった。あれはあそこ入ったら誰でも抜けるわ。結局大人3人でかかってもらった。確かにそういうこっちゃ。最初に一番懸念してたのが出ましたね。出ました。もうだって前にカジンさんとハルーが見えた瞬間にはいやられてる。これが大人の悪いというか。しっかり回収されてる。悪い悪い。ストレートでも惜しかったよな。対決その後の大きな大人の力が働いたのに反省会で謎のレースが始まった。謎の大人なレースが謎のレースが、ね、いろいろ忖度していただいたんですけどね。全く生かしつきれず全く意味がない。やられちゃった。まあね、これは藤本チャンネルです。まあ僕のミスでね、忖度はうまくいったんです。皆さん前でもう必死にブロックしてくれはって、でもう抜いたと思ったらミスし、抜いたと思ったらミスし、それ2回やったらね、ちょっと心折れてしまって。そう、段階的にね。最初ファイナリストが、ファイナリストがファイナリストがカピさんのジェットスキーに、はい、あの内装も見ていただいて分かる通り、どんな何になって、はい、最初はリスクがついてしまったわけです。そうです。ダメじゃないですか、自分で全部追い込んでしまった。でも自分で全部追い込んで自分のミスで負けるんです。しゃあないね。やらかした。トロさん今から謝られるらしいです。ありがとうございました。今取り込み中なんですよね。今と完成します。免許証免許証です。相手にもしてもらえへんぞ、やっぱ歯医者は。歯医者はもう僕の姿を見て何もわからない。何も言わなかったと思うけど、ちょっと投げないことをしてまでも破れました。あれ藤本さんまさか負けた。また後でタイム表出します。ちょっとね、ゆわちゃんによりか、あ、ちょっとそこのここにハッシュタグ出しといてください。出しといてください。出しといてください。
すいませんでした。まあいいってことよ。次西で待っとくか。お。じゃあ次は。ってことは黒さん、これ西の 36GP が？お。向いてないからね。向いてないから。西の 36GP が？西の 36GP。フジモンさん主催で。お。やるわ。ちょっとカジさんの力借りて。まあ近、まあ、36GP っていうちょっと名前も貸してもらいつつ、うん、ああもうどうぞどうぞ、 36GP ウエストかなんか、ああ、ね、やりましょう、やったー、おお、やりましょう、ぜひみんなが集まってくださいね、これ最後じゃあ締めに言っていや政治式規制法には引っかからない程度でやりますよ、先週面倒くさくてためにここにテロップでフジモンさんとユアは仲良しですまあ、勝者やから全然仲悪くはないですからね、演出やから演出なんで、はい、大人な譲り方をしていただいて舞台に入ったところありがとうございました、もう恥ずかしいから今撮ってやっぱ大人違うな、半分本気やったんやから半分本気やったんやから半分です途中でも、いやもうこれ安全運転しなあかんと思ってホイール借りもんやからなということで、西ちょっと調整の上またお願いします。もちろん、もちろん岩ちゃんも参加。参加します。お、クロスさんも。もう名前は貸しますよ。名前は。参加はちょっと。ちゃんとドライバーも。ちょっとフジモンさん次第ですかね。いやいやいや、来てもらわないと。もう元祖ですから。わかりました。じゃあ行きましょう。ぜひお願いします。はい。はい。ということで。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。結果フジモン惨敗でした。イエーイ。お疲れでした。あ、やってください。If I had known then, or what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better. I was too young, and I didn't understand that you were no one. And I can't wait to see you again. That you are the one.